ただいまより茂木外務大臣の定例記者会見を始めます。大臣、お願いいたします。年明けの4日からですね、昨日まで中南米5カ国、そしてアフリカ2カ国を訪問してまいりました。それぞれの国での、会談等の内容については、すでに、張り出し、そしてオンライン、中南米で1回、アフリカで1回やらさせていただいて、その内容、また成果等についてお話しました通りでありますが、各国で非常な歓迎を受けましてですね、様々な国際的な課題、また二国間関係の強化に向けて、非常に有意義なですね、主張することができた、そのように考えております。私の方から以上です。それではご質問がある方は挙手の上、指名されましたら、お近くのスタンドマイクにお進みいただき、社名と氏名を名乗り、ご質問ください。ご質問どうぞ。はい、佐藤さんです。テレビ朝日の佐藤です。韓国での慰安婦訴訟の判決についてお伺いします。先週土曜日のオンライン会見で大臣はあらゆる選択肢を視野に入れて毅然として対応していきたいと、おっしゃいました。一方でその後開かれた自民党部会で韓国側に厳しい対応、ICJ の提訴ですとか大使の赴任を遅らせるなど、強い対応を求める声が出ています。改めてお伺いしますけれども、 ICJ の提訴について現状どのようにお考えでしょうか。またそれ以外の対応、現状はどのように考えていらっしゃいますか。まずですね、今般の、対日訴訟判決については、先日申し上げたとおりですね、国際法上も二国間関係上も、到底考えられない異常な事態が発生したと極めて遺憾に捉えております。このことについてはですね、9日、ブラジルの方から、私からですね、カン・ギョンファ韓国外交部長官に対し直接電話して強く抗議をしたところであります。そして抗議だけではなくて、日本政府としては韓国が国家として国際法違反を是正するために適切な措置を早急に講じるということを強く求めたところでありまして、引き続きあらゆる選択肢を視野に入れて毅然として対応をしていきたいと思っております。そこであらゆる措置ということでありますけれど、まさにこれから外交的にですね、韓国に前向きな対応を引き出していかなきゃならない、そういう観点からどういった措置が最も有効なのかと、もちろん外交上のやり取りも続けていきますが、そういった中で決めていくということでありまして、今後の対応策、これにも関連する問題でありますので、具体的にいつ何やりますということについては、現段階で控えさせていただきたいと思います。はい、次のご質問どうぞ。はい、アズハリさん。Thank you. Hello, Azari Panorat News. What is the course of relations with the United States, and especially after the development of the impeachment of the president, who had very good relations with the previous Japanese administration? Also, given the concern expressed by some the Democrats about the nuclear button in the hand of the president. There are some reports in the Middle East saying he might launch an attack on Iran or something like that. So do you have any comment on this? Thank you. 段階訴訟を含めてですね、同盟国であります、米国、内政の推移であったりとか、あるべき影響については、常日頃から高い関心を持って、注視をしているところでありますが、本件によって少なくともですね、良好な、日米関係、強固な、日米関係、変わることはない、このように思っております。1月の20日には、バイデン新政権、スタートをすると、まさに今、過渡期だと思っております。そういったのことで、どういったことが起こり得るのかと、こういうことも含めて注視をしていきたいと思っております。はい、次のご質問です。はい、加藤さん、どうぞ。
日本経済新聞の加藤です。関連してアメリカの話で関連してお伺いします。1月20日にそのバイデン新政権を発足して先日、カート・キャンベル元国務次官補が、インド太平洋担当 の、 調整官に就くという事実も発表されました、徐々にその外交の顔ぶれ固まってきてますけれども、この、新政権の顔ぶれどのように評価されていて、どのように日米関係評価されているかお考えをお伺いします。はい、これまで閣僚等にですね、指名された方々、見てみますと、それぞれの分野で、経験豊かであり、政策に、精通をしている。また、これまで、政権内で具体的に、仕事をしてきたと、こういう、方が多いと、こういう印象を、持っているところであります。また、カート・キャンベル氏につきましてはですね、オバマ政権におきまして、東アジア、太陽州、太平洋担当のですね、国務次官補、務めた、経験もありまして、同氏を含めて、我が国政府との、関係が深い、方々がですね、新政権に含まれていると、このように思われております。カート・キャンベル氏がですね、就任する予定のインド太平洋、調整官、こういう、ポストを設けたと、新政権があって、このことはまさに、インド太平洋地域を重視する、米国政府、米新政権のですね、姿勢の表れとして、歓迎をしたい、このように思います。まず、こういったですね、外交安全保障政策の要職に、つく、人たちとですね、就任後できるだけ早いタイミングでですね、国際社会の課題であったりとか、緊迫化する、地域情勢、等々についてですね、よく日米間ですり合わせをしたい、こんなふうに今考えております。日本としては引き続き、日米同盟のですね、一層の強化であったり、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、協力を深めるとともにですね、ポストコロナの国際秩序づくりでも、日米が緊密に連携して、指導力を発揮していきたいと思っております。中南米回ってみてもですね、やはり、日本と米国がいい関係のもとで国際社会に、しっかりと関与してもらう、こういったことについては、多くの国から期待が多いな、こういう思いを持ったところでありますので、しっかりそういう国際社会の期待にもですね、応えていきたいと思っています。はい、次のご質問。はい、どうぞ、安倍さん。朝島安部と申します。先ほどの韓国の慰安婦訴訟をめぐる判決についてお伺いしたいんですけれども、はい、今回の判決によって自民党の部会などでは韓国内にある日本の資産の差し押さえにつながるのではないかという懸念が出ています。大臣、こういった可能性についてはどのように考えておられるでしょうか。また差し押さえを防ぐためにどういった措置を取られていくお考えでしょうか。まず先ほど言ったようにですね、この問題、日本側でどう是正するというよりもですね、今、明らかにその、国際法違反って、こういう状態を起こしているのは韓国の側でありますから、韓国の側においてですね、適切な措置を、早急に講じることが重要だ、このように、考えております。そういった働きかけも含めてですね、あらゆる、選択肢、視野に入れて毅然と対応していきたいということであります。じゃあその内容、具体的にどうそれを進めていくかにつきましては、今後の対応策にも関連するので、差し控えたいと思っております。はい、韓国の東亜日報の東京特派員キムと申します。よろしくお願いいたします。関連なんですけれども、さっきおっしゃったあらゆる選択肢というのはいわゆる報復措置も含めていると認識されてもよろしいでしょうか。多分ですね、報復措置と言いますと、なんかあれに対、やられたことに対してですね、日本があれなんかやられたことに対して対抗措置を取るということですけれど、決してそういうことではなくて、今韓国が国際法違反の状態を起こしている、それに対して是正を促すということでありますから、それを報復とは言いません。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、よろしければ本日の会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。